関内、新見南吉記念館は愛知県半田市にある新見南吉の記念文学館である。1994年6月、新見南吉生誕80周年、没後50周年を記念し堂は、金狐の舞台とされる中山の地に開設された。建物は、社団法人愛知建築士会が主催した全国コンペにより選出されたものである。当時としては、最多応募数の中から新野見義弘、岡村正弘、石田純春の3名が共同受賞し、その斬新的な構成が話題を集めたほか、1994年度には第2回愛知町並建築賞を受賞している。記念館に隣接する童話の森には遊歩道などが整備され、散策や自然観察などが楽しめる。館内の展示室には、南吉の残した原稿や日記、手紙などの資料と南吉の作品6点のジオラマ模型の展示が行われている。図書室には、南吉の作品や研究書が多く収蔵されているほか、ビデオシアターでは、ゴンキツネや手袋を買いに、などの作品を月替わりで上映している。2010年6月には、昭仁天皇、美智子皇后夫妻が同館を来訪した。2013年には、新見南吉の生誕から100周年を迎え1年を通して様々な記念事業を開催している。それに伴い、展示室を一部改装し、1月5日にリニューアルオープンした。同年4月には、半田市の名誉市民である森晋三の展示を半田市立博物館に移転している。ありがとうございます。